大学の数少ないイベントなんすよ。陰キャってやっぱりお祭りが嫌いなんすか。誰が陰キャだ。誰が。あの柵とこの宇崎、一生ゴール前でうろうろしてる姿しか想像できない。娘さんがヤバい顔になってます。生殺しも過ぎると新手の拷問みたいになってくるんだね。まあとにかく慌てたら奴の思うつぼなんだよ。なーに、俺が気にしなきゃいいだけの。ふざけこらー。2人で存分に学祭デートを楽しんでくれ。そんなんじゃねえし。花ちゃんにエロい制服で仕事させたい。うん、育て方間違えたかな。ついにそういう流れが。男かよ。はい、いよいよおもろなってきたな。つまり花、そいつのこと好きやん。違う。だからかわいそうだから私が構ってあげてるの。それで今日ついに。はい、ついに花と抱かせてもらいました。宇崎ちゃんは遊びたいダブル、2022年秋放送開始っす。いや、先輩からマウントを取るのが私の生きがいっていうか。俺も宇崎にだけは負けたくねえし。もう言いますね。本当にめえだお前。負けませんよ先輩。